オーチャードロードに面したラッキープラザの正面入り口とその前のバス停。ラッキープラザはシンガポールのオーチャードロードのにあるショッピングセンター。ラッキープラザは在シンガポールフィリピン人にとって文化的な中心地である。ラッキープラザは開発業者であるファーイーストオーガニゼーション社の手によって1981年に建てられた。前世紀においてはシンガポールにおいて 大いに成功したショッピングセンターの一つであった。ラッキープラザの成功は観光地であるオーチャードロードの中ほどにあるというロケーションと同様 VIP アキテック社の建築士によるオープンバーチャルバザールというコンセプトによるところが大きい。ラッキープラザが一等地に立地していることで伝統的なアーケード様式による重層的な一連のギャラリーが上下階で垂直に並び 広いオープンスペース周辺のエスカレーターとガラス張りのエレベーターによって各階を連結するというアイデアを生み出した。建物内の歩行者用通路は外部や背後の駐車場など適度に便利な場所に連結している。建物はオーチャードロードから引っ込んだところに建てられている。自動車や歩行者のために空間が確保されているものの人々と自動車。 タクシーなどで非常に混雑している。モールではシンガポール在住のフィリピン人労働者のための商品やサービスが揃っている。ラッキープラザはフィリピン産製品、電化製品、靴、スポーツグッズを扱うショップが幅広く集まっている。上層階にはバー、ナイトスポット、病院が入居している。ラッキープラザはシンガポールのフィリピン人コミュニティのハブであり、 特に日曜日ともなると、フィリピン人家事労働者が軽食を求めて、モールの内外に集まっている。地下には安価なフードコートがある。他にもファーストフード店や、インドネシア料理店であるアヤムプニュリアの本店などがある。また、フィリピン資本のファーストフード店であるジョリビーのシンガポールで唯一の出店がここラッキープラザで、2014年11月に、 フィリピンの秋の大統領がシンガポールを訪問した際は同店に足を運び食事を行った。シンガポールの映画監督であるケン・クエック監督作品であるアンラッキープラザはラッキープラザが舞台となっている映画である。ありがとうございます。